こんにちは、月島です。今回は RME のオーディオインターフェースで使用するトータルミックス FX に搭載されているエフェクトのリバーブとエコーを録音する方法について見ていきたいと思います。コメントで複数の書き込みがありましたので操作方法を動画にしてみました。またエフェクトのセンドリターンの使い方についてわからない方はリバーブエコー編を先にご覧ください。目次です。録音の概要、マイクを接続する、 FX 鮮度を設定する、ループバック用トラックを設定する、 DAW を操作する、録音と結果の確認、最後にまとめです。今回行うことの目的は、マイクに入るドライな音を DAW のトラック1に録音、そしてトータルミックス FX でかけているリバーブとエコーの音をトラック2に録音することです。その方法を順番を追って見ていきたいと思います。オーディオインターフェースは Fireface UCX2、 マイクは Shure の Gopper を使用して録音します。このマイクをオーディオインターフェースのアナログ1に接続します。接続できました。マイクを接続したハードウェアインプットアナログ1のゲインを上げます。マイクの音をモニタリングするためにアナログ1のフェーダーを 0dB にします。マイクに入力した声をリバーブ・エコーに送るために FX センドフェーダーを上げます。リバーブ・エコーをオンにして有効にします。そして必要に応じて各パラメーターを設定します。これでマイクに向かって喋る声にリバーブ・エコーがかかる状態になりました。FX インと FX アウトのインジケーターも私の声に反応して動いているのが確認できます。コントロールルームのヘッドホンモニターに設定したチャンネルの FX リターンを上げます。ハードウェアアウトプットの SPDIF トラックをクリックして選択します。今回私は SPDIF のトラックを使用しましたが、 ADAT など他の空いているトラックでも可能です。 SPDIF トラックのフェーダーを 0dB にします。 SPDIF トラックの FX リターンフェーダーを上げます。SPDIF トラックのループバックを有効にします。ここまででトータルミックス FX の操作は完了です。マイクに入ってきた声をそのまま録音するためのモノラルトラックを作成します。インプットは入力1を選択します。リバーブエコーのエフェクト音を録音するためのトラックを作成します。ステレオトラックを用意する方が良いと思います。インプットは SPDIF-L-R を選択します。トラックのレックボタンを押して録音待機状態にします。音が DAW のトラックに流れているか声を出して確認していきます。こんにちは、月島です。マイクテスト、マイクテスト。すべてのトラックに音が流れているのが確認できました。次は実際に録音をしてみたいと思います。はい、こんにちは、月島です。この声は Shure SM5%で録音しています。こんにちは、月島です。この声は Shure SM5%で録音しています。
録音することができました。レックボタンを外します。まずトラック1とトラック2を同時に再生します。はい、こんにちは、月島です。この声は手話 SM ゴッパーで録音しています。こんにちは、月島です。この声は手話 SM ゴッパーで録音しています。次にエフェクトのかかっていないトラック1の音だけを再生してみます。はい、こんにちは、月島です。この声は手話 SM ゴッパーで録音しています。こんにちは、月島です。この声は手話 SM ゴッパーで録音しています。次にエフェクト音のみを録音したトラック2を再生してみます。はい、こんにちは、月島です。この声は手話 SM ゴッパーで録音しています。こんにちは、月島です。この声は手話 SM ゴッパーで録音しています。以上のような感じでトラック1にドライな音、トラック2にエフェクト音を録音することができました。あとはそれぞれの音量フェーダーを調節してちょうど良いバランスにすれば良いと思います。少々複雑なルーティングを設定することになりますが、声のドライな音とリバーブエコーがかかった音を別々のトラックに録音することができました。私自身は理由と考えがあってレコーディングをするときにエフェクトの掛け取りをしませんが、今回の動画を参考にしていただければ幸いです。それでは最後までご視聴ありがとうございました。